ははい、えー、こんにちはジャンゴです今回は、えー、囲碁の師匠片碁に置き碁挑戦していくシリーズやっていこうと思いますということで3、えー、四局3、えー、局目ですね、えー、まあ2連敗してるんで3連敗したら、えー、石を増やす1回でも勝てたら石減らすということでやってるので、えー、まあどっちにしてもこれが、えー、一旦はね3四局ラストかなということでお願いしますやっていきましょうお願いいしますはお願いします 星なんだよねで最初三 3, 3入ったけど次締まり打ったけど、えー、今回はどうしましょうという感じですねかかってみますかかかって、えー、かかってきたまあ気合は <laughs> 手抜いて両掛かりですかねつ、えー、けてきたので跳ねましょうつけかな つないでつないでつないであーどうしようかな開いてみるのも開いてみるいやなんか違う気もするな挟んじゃう。 これで挟んでみるか。挟み返してきた。いや、そこに開くのと迷ったんだよ。<laughs> そこに開くのと迷ったんだけど、ちょっと挟んでみたら、えー、そっち行かれちゃいましたね。あどうしようかな。コスミつけてみましょうか。 ああ、そっち取り切るんだ。そうですか。飛ぶのもなんか変か。跳ね継いどく方がいいぐらい三3なくなるしな。跳ねついで抑え込んで打ってみるか。まあ、ここで放置される可能性はあるけど。ええー、と、まあ、これだったらちょっと受けとくか。 押さ、えー、えて次いででかかりかこれコスミ付け打つかなまあ三がね打ち込み残ってるしまあ守ると凝りがたちということで主張するんだったらこういう感じかまあただえー、と黒のその石もまだちょっと封鎖されたくはないから、えー、頭出して打ち込みは狙っていこうか。 これ形緩んでんな。よくないか。うーん。そうだね。曲げられるとちょっとやってらんないから押すけど。飛ばれた。この辺はちょっともうすでになんかやりたい方だ。やられてる感じがあるんだよね。で、爪に回られた。 これ、裾払って、跳ねついでしっかり打っちゃうか、みで、まだハサミ付けを残ればね、あのー、左辺側もちょっとは気持ち悪いでしょうと、え、言えるかなということで、ちょっと裾払ってみて、さん入ってくる。これはまあ、もうこっちから押さえて、伸びて、滑った時に開いて打つか、どこに開く。えー、どこに開くかってことだけど、 まあこのぐらいかな。ちょっとわかんないんだよね。こういう、こういうところでどこまで開くのかが。そして、えぇ、ー、裾から入ってきて。まあ、これはあれか切。切られちゃうから受けなきゃいけないけど、えー、その時に三三ですね。まあ、跳ねる形が残るから、反っておくか。で、三三入られて。これね、出を打っとかないと、ぐって戻された時に尺なんだよな。 そんなことない。下が、単に下がるとグッて戻られたときちょっと嫌な感じだから、出て、挟みつけちゃいたい。まあ、出ると跳ねてくるのか。<laughs> 出ると跳ねてくるのか。ってことは、ここで跳ねるべきここで跳ねても反ってくるよね、グッて。グッてされたときに、こすむのかな まあ、跳ねましょうか。グって反ってくるでしょグって反ってくるんだよ <laughs>。それはなんかね、そんな気はしてたんだけど、これ、コスむぐらいしかないよね。で、抑えてくる。かけつがざるをえず。当て打ってくる。当て打ってくるんだったら、張っちゃうか。張ったら、でも、抜き一発打たれて、抑え込まれる ね、ああでもまあ張っちゃうかこれはあ違うな貼ったら差し込んでくる手があるのか差し込んでついだら当たり切りが当たりになって隅を押さえる余裕があるかえー、いやかといってこれをついで押さえ込まれると差し込んで跳ねると渡られちゃうから黒の形が気持ち悪すぎるんだよな <laughs> これだから隅ハグ 差し込まれる。あ、差し込まれたら上継ぐのか。抜きに跳ねる余地がある。そうだよね。張って差し込まれた時に、あのー、2線の方継ぐと、切りが当たりになっちゃうんだけど、3線の側を継げば、えー、抜きに対して隅にもうっ手打てるから、まあ、跳ねて切り入ったとて、 あどうなってる切り入ったら怪しいか。下がる方がいい。下がる。抑え食らう。えー、どうなってるちょっと待って下がって抑えだったら下がって抑えだったら。下がってこんだら一線跳ねてくるか。 それはまずいか。置いたらつながれて、えー、ダメかなうんだからやっぱり跳ねるのかな跳ねる切るさえー、当てて下がって、えー、2目取って当てて抜いて放り込んで継いであれダメか。ええー。生えない生えない。 はう、差し込む。ダメそうだね。えー、つなぐ、つ <laughs> なぐ、押さえる。渡り、止める、悔しい。でも、ハサみつけは復活するか。ダメだ。ちょっとこれ、生えないね、隅。形が悪すぎる。抑え込んでくるよね。で、これ差し込んで、一線跳ねると渡られちゃうから、 いやーでも追求してる場合じゃないか下辺3戦跳ねとくか渡りでかいけどね渡りでかいですけどねこれせめてあれか跳ねて抑えるかいや一緒かこれこう。 うん。<laughs> うん。な <laughs> 伸びられた。<laughs> 伸びられた。ちょっとまずい。これはこれでまずいもんね。差し込まれてコスミつけられた時に外がついたら、 ああかけられてるしまじか切る、切るとああ、でも当てて下がって追い落としになってんのか。いや、抜けば。あれちょっと待って、切るか。こう立てで。 っ切ればまあ五目落ちても五目落ちてもコ <laughs> 立てで突っ切ればまあやれるか <laughs> そこ開かれる。<laughs> いやーこれダメかー。 いやーこれきついか切られる切られる切られるかうんこれこっちか出てくる いやー <laughs> ちょっとむちゃしてるか下がるよねまあまあまあでももう分断してそうね分断して打ちますけどコスミツケ跳ねると割り次に次いだらああ出して。 そうか脱出しちゃうかこれ伸びるしかないか一回叩きたい割りついてくるでこれかきつげないんだよね差し込む具合があるから片付くしかなくてで跳ねてくるかまあちょっとこれキらんと打てんよねキらんと打てんけど 切らないと打てないけど切ったところで打ててない説はあるまあ一旦当てて調子で伸びるかそこの切りも入るこれ押していってつけるしかないつけるしかないって。 感じだよな。曲げ食らう。これつけると、伸びられ、いや、曲げのがいいのか、これ。つける、伸びられる。竹けにすると、中央の当てて出てきて。 いやちょっとこれ曲げのがいいか曲げましょうコスミつけてきたいや受けないとつけて取られちゃうからなんか打つしかないけど並びぐらい並ぶしかないなで、えー、そっち打ってきたこれ何下辺攻め合いとかが どれと攻め合うにしても負けてるって言われてる <laughs> いやちょっと待って。分かんないけど。ああでもこれ跳ねられると全然手数ないか。これ伸びるしかないな一旦。で跳ねてくるでしょ攻め合いになってないのか。 この辺置いてとりあえず目はできないんじゃないのかなコスミ付けには下がっておいて、それも効くけど、渡り残ってるから1戦。で、2戦抑えてきたとしても、ああ、だからこれ攻め合い勝てないってことだよね、やっぱり。言われてる。そうですか。 攻め合い勝てないか下がられる抑え込んで放り込む手をちょっとあ跳ねてくる跳ねてくるまあそれ絞り食らうのはしょうがないとしてあやめたね はあ、これで攻め合い手数。え <laughs>、どうなってんの白、白はなんてあるのこれ。ちょっと待って、これ抜、抜いて、多分置いてくるでしょあ、違う、ほっとかれた。マジか。 いや違うな一旦かけただけかなあそうだよね置いてくるよねこれでなんてあるのこれまあ切ってついでここをぐちゃってやられるより打っといた方が多分いいよね次と変わって これ、なんてあるのよ。当たりを打たれない方が手数長いのかな当たり打たれない方が手数長い感じだな。んあ、いや、でもそ、あ、だから、一戦張って、あの、抜いて抜き返してみたいな形にしたいから、一回、あの、中手っぽい一目当てといた方がいいのかなでも、それだと手数結局詰まっちゃうか。 中手の一目から当たり打たれると継ぐしかなくなるから、1、2、3、1。全然手数ないのか、これ。ちょっと待って、もうなんか手数伸ばす手がなさそうだから、そうだよね、そっちから当て食らうんだよね。いやでもさ、そこを黒から当てたとって、そんなに手数ないんだよな。<laughs> そうだよね、これで、 あーもうえー、当たりして3戦ついでもう次当たりだもんね全然手数足りないか全然手数足りないかはい <laughs> ということでえー、ちょっと負けましたね投了しましょう,あり,うありがとうございました はい。えー、ということで、まあちょっとね、あっという間に3連敗でしたね。うーん、そうだね。これ、まだやれそうな雰囲気はあるけど、3子だからまあね、数値上はまだやれるって言,言ってるけど、まあボコボコなんだよな、言うて。<laughs> そうだね。ここ伸びられたのがまずまずいか。 一線跳ねたりせずにもうこの辺でそうだね桂馬とかなんか中央に補強するかまあ白が伸びたとこ跳ねとくってはん出てこないけどまあなんか中央打たんといかんかったよね。まあそもそもあれか三々入られた時にまあでもあれか触りか跳ねの2択で出てくるか。 ああそうですねまあどっちにしろなんかそわれると嫌なんだよねあーコスミも一応選択肢かなるほどねそうですか 開いとくのか。開いとくんだなはい。えー、ということで、今回はこれで終わりにしようと思います。まあ、またちょっとね、4詞に戻って出直していこうと思うので、よろしくお願いします。ということで、ね、今回はこれで終わります。ありがとうございました。よいしょー。